それがいいんじゃないそこら辺の人捕まえて最後の名電車に3-0で勝ったら、これも3-0で勝っちゃうんだよね。いや、敗戦だったらもう2勝1敗に3つ取る。うんうん、そうかそうか、関係ないのか、勝ちゃいいんだ、相手は。つどもえになるんですか。秋までやるけど、秋のままにここに入ってたりとか。だったらでも、ここ失点下がるじゃん。ね、2チームちょっとは対戦する3チームの中の時っていうのかな、対象外は関係ないから1秒段3位。松田が勝ちだけで当たったんですよ、理事長で。え、そんな強いところが当たらされるんですか。すごいです、3位ですか。でも、しかも、新人とか。もっと入る。的なでも去年の順位決定戦の勝ちはね、また地区で上がってくるから、あと2試合ぐらい。このメルカナリーグの上位のチームから来年の推薦権もらえて、松田についてはもしベスト8じゃなくて松田が先に入って、野球部があったら先に松田が頭マスターがいいシードみたいな。夜勤みたいなしたりとなるともう6歳なので、松田は神奈川新聞で出演的に出て、広島県の大会で、ダウンタが本当に中国大会で、JX と、放送内容が出てて、それに地元枠があるわけじゃなくて、どういうことで出ようも両手の方に出させてもらえるんです。いや、結構、じゃあ、狭きもんですね。それ全然何も分からなくて。あ、そうなんだ。松田の B も、一応、女性の方に出てるね、そっちの。ダメなの、これ、1個しか出ないの、多分。AB 出ちゃったことないだろう。県の大会は AB。いやいや、これ AB ないよ。ああ、そうですね。そうだね。大体もこう見て、向かってあるよ。大体両方にそういう演技があるよ。書いてあるよ、その各地区でマックスで男子の場合は32か34まで出れますとか書いてある。日例の大会よく見てみるんですみたいな。多分ね、こっち側の人、陰だと思うんですけど、向こうに行った人じゃない。この上に詰めた人って、画面的に。口は長いですね。こういう感じになってるの、後で切り取ったりとかして、できるだけ大きめに。笑顔とか喜んでるとか、学校とか、打った瞬間とか。コートに入るんなら、ワイシャツつけた方がいいです。いや、コート入らん。上からじゃないと、こういうの多分。あとは女子とか取りに行って、今日で男子で練習しといて、明日女子で。明日これ。かわいそうに。小学生会。きれいにぶっ込む。きれいにぶっ込む。そうなんです。長いんです。インターハイ優勝した時の3番目の人は工藤さんだから。アジア大会で、あとアジアカップでプロオープンだった。一応1回だけ。もうちょっとやってみて。めっちゃいいですよ。怪我でもないし、一番。半導体の話です。毎回何か変えるたびにこれ全部打ち出して貼り出す。見てきても入り口入った時に実業団にしかも今回看板のないじゃない。実業団リーグ2年間になろうと思って今モデルテストとか3年目4年目できるようにこの西日連盟のこれにちょっと。それに投資しようかって言われて、それでも来たら、で、看板もない大会なんかない。こんな今からこんな付箋でこんなん絶対あるんですか。借りる。借りる。リーサーさん今全部こうやる。全部イベントですよ。買える。買える。この広域公園の時やるって。アキムが4人しかおらんけ、アキムと東洋観光が全部やられた。そういう4人ずつなんだけど、アキムも来年3人入る。なんか遠藤と海口が交代置いたじゃないけど、2人でまだ1ゲームしかない。コロコロ1で岡部は向かって遠藤か海口かで勝たにいけるので、それは厳しいじゃない。これ美咲ちゃんで割とうまいからね。友達同士で飲みに行って。あのさん同じ自分ごめんなさいね。これ昨日。あ、キラさんも渡さんにいてる。誰どなたから？あ明石とかなんだけど、明石。ヤシロって明石。左足で。やつと変えてから入っとるじゃないかって言うんですよ。第1シード第1シードのそれこうです川崎一郎これあ明石の監督は2級審判蹴り取ったけど今回名前入れる言い方らしいんです。八代田さんはい昨日なんかなんかと書いておきましょう。多分これひどいな。気づかないかもわからない。いやこれなんかすごい多分美味しいお菓子。僕のはしっかり中央コートもあげたんですよ。私のモンロワールですから。八代田さんってあの字でいいかしら。八代家の代はお醍醐天皇。木にこう起きるこう。これっていうんですか、こう書いて、こう書いて、これ、こんな感じ、そんな感じで大丈夫。おっさんも確かに、買えますか？買えます。誰と？いやいや、カメラ移動せねえけど。6番でよかったよね。ですね。6番ですかね。4試合目。ちょうどこっちいい感じでセットしたらちょうど終わって向こうも回せるんで。あと10分から15分ぐらい。しましょう。窓深くも大丈夫。まあ。の一輪を腰のこっちくなってますよ。端子はその端子によって違うけどね。そうなんですか。うん。ちょっとこれ持ってって。はい。どう？